ィンストリート、今ちょうど23ストリートここですね、に私は今います。今回なんですけども、ニューヨークの地下鉄の乗り方ということで紹介していきたいと思います。でまずニューヨークの地下鉄の乗り方で一番大事なのは、まず今自分がどこにいるかということですね。今私はこの23丁目にいますね。で、まあ、目的地が仮に、グランドセントラル、じゃない、ここはブレンドパーク41丁目ですねに行きたい場合、23丁目がここで、42丁目がここですよね。ってなった場合、正面から見て上側に行きますよね。上、これがアップタウンっていう方面なんですね。上に行くからアップタウンで、もちろん下に行く場合はダウンタウン、下に行く場合はダウンタウンってなるんですね。ですので私が今23丁目にいて、今私は14丁目に来てですね、で場合はダウンタウンになりますね。これがニューヨークの、電車の乗り方です。ですので今自分がどの駅にいてどの場所にいるかによって、見るダウンタウン方面の電車に乗ればいいのか、アップタウン、あ、ダウンタウン方面の電車に乗るのか、アップタウン方面の電車に、ね、乗るかは、その自分のいる場所によって変わるっていうことだけ頭に入れといてください。それがどの場所でも一緒です。グランドセントラルにいて上に行きたかったらアップタウンですし、グランドセントラルにいて下に行きたかったらダウンタウンっていう風な感じとなります。で今実際にね、私は23丁目に行って14丁目に行きたいんですね。ですので今から乗っていきたいと思います。でですね、こんな感じで書いてあります。ですので行きたい方面に対してのダウンタウンだったりアップタウン、それをですねよく見てから入るというふうになります。で基本的にいろんなこと書いてあってわけわかんないと思うんですけども、ひとまず見るのは一番左上、ダウンタウンブルックリン。私は今この23丁目から14丁目に行きたいので下の方に行きたいですね。ですのでダウンタウンっていうふうになります。で電車が来ました。それでは今から乗っていきます
マンハッタンに戻る場合ですね。このマンハッタン&クイーンズ、このマンハッタンって言葉が入っていれば、マンハッタン島に戻れるということですので、今これ今回F番線に乗るんですけども、マンハッタンの文字が入っている方の、ね、電車に乗れば戻れるというふうになっております。それではね、今回、ニューヨークの地下鉄の乗り方を紹介させていただきました。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。